長高くてハンサムで歌うまいって。お前は何が喧嘩があんねん。え？あ、やめてください。やめときましょう、それもう。あ、カクテル入れましたよ。あ。これ機嫌直してる。知らん顔は意地悪、そろそろ電話待つ。わかってるか、君の兄貴が賛成してないのはね、君の立場もわかるし、兄貴の言い分もわかる。おいらのうちまで。これは名曲ですよ。いい曲ですね。ちょっとぼちゃんぼちゃん、ちょっとそうなんだけど、おいらのうちまで忙しいって言ったら一人言ってますね。どうやら僕うまく笑えません。ちょっとリクエスト聞こう。レフトさん。お。これは何をイメージしてるの？ボーカルでもないし、なんだろうこれ。あのフラワーロック。動くのかな？なんか好きな曲あれば。ボーノさんに歌ってほしいとか。ラトジ曲。なるほどな。もうこっちは俺サイドみたいなのがあるから。ありますね。こっちがボーノサイド。あります。なるほど。ボーノに歌ってほしい曲があれば。ライトソンアジカン。なるほど。すぐ来ました。すぐ来ました。こっちに川口に歌ってほしい曲があれば。死んだわ今。シャイな、シャイな方が多いじゃない。あ、これトゥーシャイシャイボーイ。トゥーシャイシャイボーイ。じゃあこれトゥーシャイシャイボーイ歌おう。シャイボーイ、この瞬間に二人のルーツ奏でてゆく。懐かしいな。アジカンね。じゃあアジカンみたいな顔してるから。メガネだけで。で、お前はスピッツね。久しぶりに歌って、あれ。なんだっけ、カンナで、カエデ。カエデな。で、俺はカエデの歌だと思う。一人で臨床するわ。カエルの歌、カエルの歌、聞こえ聞こえって、早い早いって言うから。寂しい、一人でやるの。いいんだよ、グリーンだよ。アジアンカンフージェネレーションね。なんかないかな、俺バロック行く。あるんじゃないですか、皆さん。恥ずかしいだけでね。川口さんに歌ってほしい曲ありますよね。アーシー、アーシーフォースに使ってくださいって。そういうことじゃないよ。カラオケで。でも、嵐しか知らないの俺。何だっけ、ビヨンド、ビヨンド違う。何だっけな、何だっけ。一体何を待ってるんだろう。いつも元のビリーブ。そう、あなたを信じているビリーブ。これもね、山口と歌いますじゃん。山口、川口のグチグチコンビで歌います。お前、これでるよ。俺もう、ちょっと、はい。もう、中学もう中学生。じゃあ結構高い声出ます。出るよ、大丈夫。あれ、豚っ腹の音。豚っ腹、豚っ腹の親父だな。妖怪。